かやってることが分かるようになりたいなとか、いざ英語でだから例えば、うん、こうボイスで英語の単語を言うってなると、うん、なんて言うんでしょう、すぐに単語が出てくる。ああそうだね、うん、それありますよね。まず語彙が必要、うん、まず語彙が必要で、うん、でも語彙だけじゃまた分かんない、あのどうやって言えばいいんだか分かんないしみたいなところで、うん、ね、両方一緒にくたになってこう上手くなっていくっていうのが本当なんでしょうけどね、うんうん、そう、I なんだっけ、平井さんは I want to、 今年は何て言いましたっけ、I want to understand. Understand. Please. What people say. 今年はあれかな、自分が喋れなくても相手が言ってることを分かるようになりたいっていう、うん、そういうのなんていうんですか、うん、こういう感じかな。I want to understand at least. 少なくとも、うんうんうん、What people say in English. ああ。分からなくても英語で言ってる、うんうんうん、うん、英語の会話をかな、イングリッシュカンバセーションもいいかもしれないですね、うん、I want to understand English conversation で、プラス If possible I want to talk fluentわからなくてもいいからというのはちょっとネガティブなので、少しポジティブに変えて、もしできればスラスラと英語が喋れるようになりたい。フルエントというのはです、これはいい言葉なんですが、スラスラと。本当？フルエントってスラスラって言うんですね。スラスラと。私も初めて聞いたこと。フルエントと。スラスラと、うん、そうね、急に自信がなくなってきたけど、流暢に言ってますねちょっと、いや、日本語ですよ、日本語に自信がなくなってきたんですけど、フルエントいや、ちょっとごまかしましたけどだから、例えば、あ、シントロン君は、シントロン can speak Japanese、あの形容詞もなんですね、フルエントリーだから、シントロン君は、ね、英語、日本語、あの流暢な日本語を喋りますよっていう時にフルエントリーっていう風に使われますね。 He can speak fluent Japanese でもいいし、 He can speak Japanese fluently でもいいです。こういう感じかな。もうなんか、なんでしょう、英語を週に1回とか、うん、もうこのままじゃ多分全然自分になったりとか理解したら足りないじゃないですか。じゃあリアルで、どんな風にやればって結構考えたりするんですけど、うん、いまいち、こう、どういう風にすればいいのかわからないというか。そうね。まあ、機会があればあることだけど、でも勉強するのがそんなに頻繁になれば上手くなるっちゃ、やっぱそうでもなくて、だから適度に飽きが来ない程度に続けられるものを何でもいいから釣る。私がよく、あの、本読むの結構いいんですね。あの、だから自分のレベルに合った本を、あの、読むと、わかりながら読む、ちゃんと読むと、それが頭に入ってくるので、面白くない本読んじゃダメですよ。あの、面白く。一番いいのは漫画で英語になっているのが時々あるんですけど、そう、あの、面白い漫画を、あの、英語になっているのを読むと、あの、こう的でしょ、ああいう漫画って。あの、こらとかさ、あの、普通の誰がどうしてどうしましたですからこうですっていうような感じではなくて、結構こう的なんで、漫画がもし英語で手に入るようならそれがおすすめかもしれないですね。大きな本屋さん行ったら大体なんか置いてますね、ちょっと。ありますね。あ、そうですか。漫画でもちょっと知らないな。なんだろう、結構ね。オフィスとか結構置いてますね。オフィスか。
ピース。あ、そうか。その手ですかね。私もね、向こうに行ってた時に、向こうで日本の漫画がすごいブームになってて、それ英語に訳されてるようなやつ、よく見せてもらって勉強じゃないけど面白いなと思って読んでましたけど、あれは結構いい。何でもいっちゃいいんですけど、あとなんかドラマ、なんか海外のアジアの方が、アメリカの方が日本語をやっぱり喋るって何を出会うかとか、結構ドラマで覚えたっていう人も多くて、それもいいですよね。覚えたって。でも私も映画は好きで、そういうの全体的に見てるんですけど、ダメです。そんなことない。ダメですっていうかね、ダメって自分で分かってないだけだと思う。ああいうの見てて知らないうちになんか覚えてるもんですよ。ふっとかね、言葉が浮かんできたりと、そういうもんだから、ほんと見れば見るほど、触れれば触れるほどって感じ。体が覚えてるっていうようなこともあるの、時々。ああ、そうなんですか。で、これ私覚えてるんですよね。そうか。いや、大丈夫、見てください、見続けてください。ちなみに何をみたいな。でもシリーズもので1から、でも6まで、セックス・アンド・シティって流行ってたとか、映画やってたじゃないですか。で、あれをきっかけに、それをがシリーズものであるってのが分かって、で、まだ英語の勉強も兼ねてなと思いながらずっと見てたんですよね。結構見ましたよ。あ、そう。ちょっと繰り返してみる、繰り返してみるのもいい。YouTube かなんかで、ひょっとして動画で載ってたら、それを何回も見るっていうのは手ですね。最近ギャオとかでも無料で、公にちゃんと見ても大丈夫な、なんかそうそうあってて、あれも結構いいみたいですね。やっぱりこう何回も好きなものだったら見られるじゃないですか。何回でもそれをやるとなおいいかもしれないですね。なるほど。サイトとか見るの楽しいですよね。僕はなんか海外のニュースが読みたくって、なんかやってみたいなと思っててチャレンジしたんですけど、時々なんかその、興味のある美術系のところ見たりとか、あれも結構興味になった気がしますね。そうそうそう、なんか好きこそものの上手なれっていうか、好きなものってわかるんですよね。なんとなくこういうことが書いてあるんだろうなっていうのが、そのなんていうの、頭で分かるより体が覚えてくれる方が大事かもしれないなと私は思いますね。ああ、なるほどね。で、それがずっと溜まってきて、なんか整理しなきゃいけないなって時に文法とか やればいい話で、本当はね、そう、文法しかやってほしい、私が言うべきことかどうかわかんないけど、でもやっぱある程度文法から入ってくってよりは、なんかちょっとどうなんだろうなって混乱しかけてた時に整理するために文法っていうのは必要かなと思うけど、だから体が覚えるのが一番いい。ウプスとかね、そういうのってこう出てくるじゃないですか。こう体で分かるでしょ、あれ、ああ、しまったとも言ってるんだなとかね。そういうふうに体が覚えてくれるのが一番いいんだろうなっていう気がしますね。あんまり汚い言葉を覚えてもらうのも怖いですけど。F がつき言葉はあんまり言わないように。そうそう。殴られますからね、気をつけないとね。あれね。直行さん、一昨日思いついたその今年の抱負というのは何でしょうか。じゃなくて、ソナタのでしょ。タタ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 タってすごい。それの第一楽章だけを
チャレンジしてみたいなと思いました。わー。Do you play the piano, Naoyuki さん？ I can play. Yes, そうだね、Apple さん。So you play the piano, Naoyuki さん？Yes, I play piano, but I can play only Beethoven's Far Elise. Elise のためにだ。Elise のためにだけ。一曲だけです。いやいやいや、but ほら、もう誰あのあそうか。ちょっと話が飛び Have do you know のだめカンタビレ、Does anybody know のだめカンタビレ、 The TV drama or animation or cartoon? Yes, I know, but only title. Only title か。なんかね、私も I haven't seen のだめカンタビレ。I had not だね。I had、これはいい時勢かもしれない。Watch のだめ。But New Year, this year, I didn't have anything to do in Oshiwatsu, so I decided to see, I decided to watch the TV drama of のだめカンタビレ。And I, as soon as I watched the first episode, I fell in love with the drama. I watched the rest of the drama in one day. Wow, throughout night. It was very good. Got kissed. So. That's it.Yes, it has a very good orchestra music. It had a very good piano lessons and violin lessons and piano music. And the Beethoven's piano sonata number 14, I guess, the Moonlight. Yes. Was.played so often during the drama. So that's why I was surprised that Naoyuki-san said he wants to play. It's a very difficult music, actually. Yes. Yes, very, very difficult. Technical difficulty is not difficult, but music.なんだろう、音楽性は難しいみたいな。ああ、そうだね、ありますね。まあ、そうか、テクニカルで難しい、すでに難しいし、テクニカルはそこまで難しくないみたいです。あ、そう？頑張ればみたいな。頑張るわ、すごい。そうか。そうは、good luck! if possible, yeah, if possible, I want to see.And listen to your piano. では、Apple さん、リンゴさん、What is your New Year's resolution? Resolution?That's easy, isn't it? そうでもないか、難しいかな。I want to meet persons of all over the world in ESL. ああ、そうですか。おお、そんなのがあるんだ。いたんす。Did you talk to somebody over there? By dancing? With dancing?Yes. What did you talk?
What kind of people did you meet? Spanish, Korean, and so on. Wow. Do they speak English? English only sing. Right. So you had a good time. そうですね。やっぱり。そうですね。というか、そうでしょうね。という感じです。私のところからちょっと雑音入ってますか、ひょっとしたら。違う？入ってます。大丈夫です。大丈夫ですか？私は大丈夫です。はい、あ、はい、わかりました。ありがとうございます。なんか喋ってないのに波が出ているので気になってしまいました。そっか。そう、どうしようかな。私のニューイヤースレゾリューションは何だろうな。今年は I want to make a drama. Make a drama. You make? Make a drama. 豊富ですけどね、まだね。あの、ドラマ。ドラマは、演劇とか、お芝居です。人に言っとけばね、あの禁煙と同じでやらなきゃいけなくなるかもしれないので、なるべく大勢の人に言っといて、自分を押し込んでしまおうみたいな、大きな夢ですが、ちょっと2、3年前までお芝居なんか作ってたりしたので、そろそろ今年はもう一つぐらい作ろうかなと思ってます。What kind of drama do you make?good question ですね。good question あの言いましたけど、これ good question ってよく外人言うじゃないですか。なんか聞くときに、聞いたときに、おお、that's a good question。あ、それはね、答えるのが難しいから、そうやってごまかして裏でうんうん考えてるっていう、そういうニュアンスのある言葉。good question。それはちょっと待ってくれ、難しいぞみたいな、そういうときに使うんですが、good question ですね。そう、what kind of drama。そうですね。あんまりこの大衆的なあの演劇ではなくて、かといってとてもとても小難しいその抽象的な演劇でもなくて、でもどっちかというと抽象的かな。でも人がそれ見て面白いと思ってくれなきゃ困るよなみたいなところで今あのお芝居を作ろうかなと思ってます。答えになってるでしょうか。え、全然答えになってるかもしれない。英語になってないですけどね。演劇好きな人が見るような感じなんですかね。そうかもしれない。少し演劇がまあちょっと、そうですね。全然知らない人に見て面白いと思ってもらえないかもしれないけど、でもまあその辺もターゲットに入れたいなみたいなね。全然ね、英語になってないという。いや。I want not to be too entertaining, but not too abstract. So interesting and so serious. And so imaginative. かな。いやいや、すごいですね。そうですね。すごいですね。できればすごいけど、できなかなかできないから。まあ、毎年言ってるような気がします。大きな目標ですね。大きな目標ですね。
わけで、そうです、そうですね。So, what did you do in New Year's Day? リンゴさん Did you enjoy... Did you have a New Year's holiday? Yes. What did you do?Nice going around by bicycle, but isn't it cold? Yes, so how far did you go?City from Tokyo? Maybe not. Where do you live? Osaka, Osaka, from Osaka to Kobe City. How long did you ride a bicycle then? How long did it take to get to Osaka from, get to Kobe from Osaka?By bicycle? Wow! And did you go back from Kobe to Osaka by bicycle as well? Is this yes, yes, このイエスは帰りも自転車だったんですか? Wow! 6 hours is a lot of time だよ。I once tried myself. I was exhausted. So you often go to Kobe by bicycle.リンゴさん、わーお、すごいですね。6時間自転車に乗るというのは相当ですよ、本当に。これはすごい。すごいです。直之さんなんで自転車にも乗れないでしょう。違う。最近乗ってないですね。最近乗ってないですか。キララさんも自転車乗ることありますか Do you ride bicycle? No. No. Do you have a bicycle? Yeah, no. リンゴさんは I also enjoy riding bicycle in SL. Second life ですね。Second life はね、タイル。どうぞ。マイホー?マホン、なんて言うんだろう。マウンテン。うん。山のてっぺんに私の家があるんですよ。あ、マイ、マイホン、マイホン、なんていうの、マイホン、マウン、マウンテン。これはね、よく使う。マイ、どこどこに何々があるっていうのは、山の。ローケイティッド、なんとか。こういうふうに言うんです。is located.だから、マイホーム。ロケーションとかの。ロケーションね。あー、ロケーション。オン。ロケーティング。ロケー、あ、いいの一つ多いですけど。うん、ロケーティング。で、どこにっていうのが、オントップオブマウンテン。山のてっぺんに。トップ、あー、そっかそっか、そうやって言うの。でも、
ひららさん、でもそれ山じゃなくてこの日々じゃないですか、丘違う、山ですか、本当に怖いような気がする。富士山の上とかそんなイメージですよね。そうそう、あ、そっかそっか、そっちか。4000メートル級ミニを考えちゃいますね。でもみんなこう上からこう、私なんかが近所の方、上の方に住んでる方々は、下の方に駅が本当の真下にあるんですよ。うん、そうすると、うん、今日は下山するとか、そう下山する。おお、なるほどね。すごい、すごいローカルパートが。でもね、本当に山、山っていうか、でも山っぽい丘じゃないやん。でも山に来たい。おー、下山するんですか。きついですね、はい。なので毎日通ってらっしゃる。毎日、はい。それで、だから一番上なので、マウンテン富士が、Very good! ビューティー。見えるんだ。すごいね。I can see Mount Fuji very well.ですね、いいですね、yes. 今ね、冬、in winter, you can see, we can see Mount Fuji so clearly, clearly. だからいいですね、本当にね。オーサムビューでしょうね。そうですね。毎日見えてますね、冬は毎日見えます。冬は見えないけど。そうね、夏とか。冬は綺麗ですよね。冬は、あの、雪がね。So that's why you don't ride bicycle. Because you live on top of the mountain. だから、マウンテン、そう、山の上だから、もう自転車なんかとても乗れませんって結構言いたかったですね。なるほど、なるほど。So, okay, so next, Kirara-san, what did you do in the New Year's Day? Did you enjoy New Year's holiday? Day sleeping. Kirara-san, いつもスリーピングしてません？ Yes. Nebu desu. Nebu desu.いつ起きてんだろうみたいなね。暇だったらスリーピング。そっか、お休みの日はスリーピング。リアルではいつもスリーピングですね。イエーイ。で、セカンドライフでダンスをして。そっか。So, well, at least did you enjoy, like, お正月、おせちディッシュ ?My mother.うん、おお、にゃん、誰だろう、レフジーですね、また、ロボットで来てた人ですね、このどこだろう、あ、こんばんは、今日もロボットですね、かわいいロボットだ、でもロボットなの、どこにいるんだ、あ、いた、キララの目の前でインフロントビューキララさん、あ、聞こえるかな、Can you hear us? Hello. すごいですね。なんだろうこれは。周りに花が、花じゃないのこれは。飛んでますね。これは爆弾じゃないでしょうか。あ、爆弾ですか。ちょっと触ってみていいって感じですね。やめた方がいいかもしれないです。そうか、爆弾なんですか。本当ですね。地雷じゃないけど、多分これが飛ぶんですよ。飛びかかって、ああ、サザビーか。でもやっぱジオンですよね。これジオンのマークが。そっか。OK。なんだっけ、そうそうそう、おせちディッシュですね。おせち料理を食べましたかって聞いてたんだ。Yes、うん。サザビーです。シェア最後の蒸気。ああ。シャア最後の。かっこいいですね、でもね。IQ。なるほ
どこで見つけてくればいいんだろう、どこで見つけてきたのって英語でどうやって言えばいいでしょうね。Where did you find it? Find な、うん、Where どこで、いいでしょ。いやいや、それだけでもいいのか。うん、で、Did you 過去形だからあなたは Find だ。なんていう、スキンなんですかこれは。スキン？スキン。あれはなんていうんだろう。コスチューム、コスチューム、コスチューム、なんかスペルが怪しいかもしれない。ああ、ね、ベアでしょ、どこで、ディーチュー、あ、まだ、あ、ちょコスチュームか。よふちゃん英語わかると思う。どう Where did you find the costume? レフちゃん、レフジーさん、レフさん、レフジーさん。聞こえてるかな。多分分かる。あ、ボイスは聞こえてないですね。あ、そっか。ガンダム答えてますね。ガンダム。というかな。エフちゃんには入れるのか、聞くことは、うん、やっぱりなんか見たことないやつ。なんかがついてないから聞こえてないかもです。ああ、そうかもしれない。あんまり好きじゃないんだよね。エフさんって日本人なんですか？日本人ですね。はい、多分。はい、わかりました。多分。ヘッドセットは多分ないかな。okay、なるべくじゃあ、悪口はボイスで言って、レッスンは英語で行きましょうね。テストで行きましょうみたいな。そんなことはない。So, okay. So, what did you do, Naoyuki さん?In New Year's holiday, ああ、そうですね。うん、そうそうそう、リンゴちゃん、そうです。エムシマイ。I went to my grandfather's house for four days. あ、そっかそっか。なんかご実家がどこか、九州の方でしたよね。Yes. 、うん、Did you enjoy?Drinking week. これはレフちゃんだったし。ドリンキングって飲むとかって意味じゃないのかな、もしかして。あら、
私飲むだと思ってましたが、私飲むって意味だと思う。ののあのお酒をずっと飲んでたのって言ってることなのかな。叫びたりの日だったのかと、そういうふうな意味だと思いましたが。直行さんが一周を持ってかなかったから本ばっか読んでたっていう。あ、釣りが分かんないけど。うん、 I played with dogs ですね。 Yes、 うん、 ドリンクオンリー。 リフジーさんはそう、 リフジーレフュージーさん、オンリードランク for entire new year これでずっと飲んでたんですか、レフュージーさん。飲んでばっかりいたんですか。なんか自信満々の答えで、グッド、本当にグッドですよね。この野郎っていうぐらいにグッドですね。わーお、わーお、いや、わーお、ドリンク、ドリンク、ドリンク、What did you drink と聞いてみましょうかね。こうなったらもう何をそんなものなんでしょうか。What did you drink?So much. 飲んだくれ。すごいね、飲むんだ。飲んだくれの歌がありますね。なんかお正月が来たから酒が飲めるぞってやつのと。ポーボトル。わお。ポーボトル。すごい。何を飲んだんだろう。いや、ワイン、ウイスキー、ウイスキーかもしれない。フォーボトルスウイスキー。ウイスキーどうだ。すごい。すごいね。ちなみにおつまみだな、何だったのか。いや、私は気になる。おつまみ、すごい。おつまみってなんて言うんだろう。おーつまみ、ワンデーワンとか。わお。食いしん坊の私としては強いおつまみを聞いてしまいますね。もちそうか、そうですね。お餅、みかん。みかん。いや、でもお餅は確かに。インバラエティオブウェイズ。お餅はいろいろね、あの、きなこ餅とかね、あんこ餅とかね、醤油餅とか、刺身。刺身はいいですね。まあ、お刺身はありますよね。素晴らしい。あのメタボが気にならないリフジーさんは、どうおせち、わお。ウイスキー飲めるんだ。あ、キラヤさん、キラヤさん。均等は食べてるじゃないか、おせちをちゃんと。そうか。ねえ、刺身に均等あったら立派なおせちですよね。うん。栗均等ですか。チェスナー。英語でも栗均等なのかな。あ、そうかもね。そうでしょうね。マッシュとチェスナーって言ったかな。
マッシュドチェスナッツかな。チェスナッツ違うかもしれない。栗、金、あの栗ってチェスナッツって言うんですよ。あ、そうなんですか。あれも違うんですね。うん、まあ、そうか、ちょっと待ってね。マロンのイメージが。ね、うん、マロンはね、フランス語ですね。で、マロンってフランス語だ。実際には、スイートチェスナッツというそうですね。向こうの人って、あんまりこう、あの、栗って甘いっていうイメージがないみたいで、甘くないのかもしれない、向こうの栗って。日本のは甘いですけどね、すごい。うん。だから、マロンは、うん、あの、あれです。フランス語です。メロンってやつ。英語、英語を書ける。日本語で書いといて。まあ、でもね、オクトパス。タコ食った。刺身はドフィッシュですね。でも、そうそうそう、よくね、外国の人って刺身って言うと、あの寿司のことを思い浮かべる人が多いみたいな。だから刺身を刺して寿司寿司って言うし、似てるでしょ、刺身寿司って。ね、だから二つとも同じもんだと思ってる節があります、時々。寿司食ったって刺身だったりするし、うんうん、ジャパニーズだね、みかんね。なんか食べ物の話になってきて嬉しいんですよ、私は。でも正月といえば食べ物みたいな。ちなみに私はあの、How do you make お雑煮、何を入れて作るかっていうのをちょっと聞いてみようかなと思ってたんですけど、お雑煮、about お雑煮、 I want to know how you cook お雑煮、 what do you put in yourお雑煮、地方で違うと思うので、ソイソース、あ、おすましですね。すまし、ソイソースはお醤油ですね、うん、おすまし、おすましっていうのはソイソース、うん、結構分かってるね、ふちゃんふちゃんすごいすごい、うん、でもそういうのはあの綴りが違いますけどね。まあ、いや、弱いか。ソースも違うような気がする。こうじゃないかな。あ、そうですね。でも、言ってることはね、多分違うことは分かってるよね。喋れば多分できるんだと思う。なるほど。ソイソース。with? 脳みそ。関東だと、ユープ、なんだっけ、あれは、チンゲンサイじゃなくて、小松菜、あ、つばじゃなくて、三つ葉はやばそう。あ、本当？小松菜よく入れるとかって聞きますね。私も広島なので、関東の方はよく知らないです。Yes.三つ葉入れて、まあ、あとほうれん草、三つ葉、三つ葉は絶対ですね、魚が入る、あ、三つ葉ね、魚がいっぱい入れますね、この人ね、そうだ、あいこ、それじゃあ、あのけんちん汁じゃないかみたいな、あ、でも入れますね、キャロット大根入れますね、人参大根、三つ葉、
お吸い物でそれ入れて、あとそれでお餅かな。うーん、やっぱおすましですね。こんにゃく、こんにゃくは入れないな。それは多いな。すごいな。要するに京都はそれに味噌入れるだけで、そういう感じですか。ひょっとしたら。でも僕実家京都じゃないので、京都の実際のよくわからないんですよね。ああ、そっかそっかそっか、うん、実家は福岡の方になるので、うん、あ、そっかそっかそっか。里芋は里芋ですね。里芋、里芋ですね。スティッキーポテトと言うかもしれないけど、スティッキーポテト、スティッキー、でもスティッキーポテトってなんかほらベタベタするじゃないですか、里芋って。あ、ベタベタぬるぬる。じゃがいもみたいじゃなくて、こう粘りが。あれは日本にしかないから。そう、うん、中国にもね、あるけど、かも。でも造語ですね。like、 そう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 、 like 津波、 like 寿司。津波？ん？津波、あ、寿司、寿司とか台風雲とかね。あ、はい、うん、日本の言葉がこのまま英語になっちゃったみたいな感じの。そうそう、うん、津波は日本語も海外も同じだって。日本のあれが、ね、うん、あれしたんですよね。そう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 、日本の、なんでだろうね、なんだかわかんないけど日本の言葉が英語になっちゃった。津波が多いのが日本だって聞きましたよ。日本って周りが海だから、で、なんだっけ、どっか地震が起きて、すごい初めて津波が来た国、うん、どこでしたっけ、3年ぐらい前、年末かなんか、すごい、インドネシアのですか、ひょっとして。でしたっけ、タイだっけ、タイ系でしたっけ、なんか、ちょうど本当観光客が多くて、そこの時その、初めて津波っていう言葉を知ったっていう。うん、ああ、そうですか。なんかね、日本語は国有なんですね。そうなんだ、うん、まあ、あんまりこれほど頻繁に来る国ってのは日本が一番多いのかもしれないですね。日本が島国だから、日本はその津波について詳しいっていう、うん、そうだよね、広がったみたいですね、うん、地震も多いしね、日本ね。そうですよね、そうですね、うん、並べてな、日本語違う、そうそうそうピンプラがあったかなみたいな、ギリシャ、フルジア、あのこっちゃ、本当にね、もう、リンゴさんのところは何を、what do you put? リンゴさんに言うな、リンゴさん、ちょっと待ってね。リンゴさんもちなみに食べ物。リンゴさん。How do you make ozone in your house?お雑煮って一家に一台じゃないけど、その家それぞれがあるかもしれないなとか、そう、うん、同じか、ラディッシュキャロ、でも、魚入れるんだ、魚入れるんだ、テレビ魚みたいなもんかな。どういう魚を入れるんでしょうね。イワシですか。そういう意味です。ボールフィッシュの出汁ですね。なるほど。うん、じゃあ白出汁でってこと。うん。So do you put 味噌で味噌ね。出汁か。出汁か。それ。あ、やっぱりね。そういうのかな、スモーフィッシュ。足。
だしはストックかな。ストックかな。ちょっと待ってね、見てみよう。だしですか。スープ。スープストック。あ、でもスープストック東京ってありますもんね。そういう店ありますね。どっかのお店の名前。あ、うん、あれはちょっとでもあれは出汁のお店じゃないような気がしますけどもそのでもスープですね。出汁はスープみたいですね。出汁、うん、汁がスープストックですね。あ、うん、それも食べちゃう感じ。うん、初めて。なるほどね。食べちゃう。やっぱりみんな違いますね。全然違うね。あ、取り出さないんですね。食べちゃうんですね。うん。なるね。ですか。一応23時になっていたようです。あ、そうですか。残念ながら直之さんの福岡バージョンを楽しみにしていたんですが、福岡バージョンで締めましょうか。あと参考にならない感じじゃないです、うちは。うん、イン福岡では、ランダムね、なるほど。進化バージョンですね。そう、イボ。出汁が変わる年もあれば。なるほど。具材が変わる時もありみたいな。なるほど、エボリューショナリーを進化する保存ですね。みたいな、そんな感じですね。闇マシに、なるほど。面白いことやってるな。闇鍋てるよ。面白いな。そう思うとは思わなかった。これちゃんこ鍋とか、あのちゃんぽんとか、リフジーさんね、これでないですね。福岡っていうのはどこからできたの？あ、なんかで聞いたんじゃないですか、ね。うん、あ、そうか、大根の味スーパー、あ、あ、じゃあ大体似てるのが出てるんだね。うん、違う違う、ね、嫁に生きてる、どういうあれなんだろう。あ、生きてーか、生きたいという意味ですね。そっか。
のキューズ味噌ソイソース。ソイソース味噌味噌っつって。うん。パウダーだ。パウダーだし。ベリーベリーベリーパウダーだし。手抜きです。なるほど。それ直行さんが、Did you make yourself 直行さん or your family made it? My mother make. Your mother make. そうですか。いや、そう、さ、いや、最近はね、レディメイドだしでも、メリースプレーディーのものが多いですから。そうか。じゃあ、私に広島バージョン、広島バージョンちょっと紹介しましょう。は、ハマグリ。で、あとはかまぼこ。で、おすまし。なんか別に書かなくてもいいような気がする。あ、そうか、F字さんになる、うん。はい、でした。そう。かまぼこ入ってますね、それも。でもまあ、お正月ですからね、紅白のかまぼこ入れますよね。レッツ。レッツコーアーデイ。Thank you for joining the English lesson.なんか無視されてるような感じがします。間違いない。噛んでないと届けちゃうんだよって、これどういう意味でしょうかね。わかんない。月間。月間。ちょっと変換なんですけど。餅は月間でない。数字代がどういうことだろう。月間っていうのはなんだろう。月間間間。月平？月餅のつもり？そんなことない。でも月餅って中国のお菓子だもんね。月立てか。そっかそっか、月立て、月立てじゃないと。あ、月立て。月立てか。どうしてそういう変化なんだ。つきたては溶けないんですか、ひょっとして。知らなかった。そうなんだ。でも確かにお餅が溶けちゃうことはありますね。なんかドロドロになっちゃいますよね、ほっといたらね。火入れっぱなしにしたら。シチューになっちゃいますけど。でもつきたてだったら溶けないんだ。かもしれない。で、リフジーさんに今度は。ボイスで来てもらわなきゃいけないですね。なるほど。つきたての餅、餅は溶けないのか、溶けないないのか。つきたてでした。ついたお餅でも、煮続けたら切るといけますよ。すでに英会話レッスンじゃないですけど、まあいいやみたいな。ごめんね、11時回ってますんで、そろそろ、うん、解散しましょうね。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、
なんだこれでもずいぶん長いことお休みだったんで本当ちょっとボケボケなんですが、来週はなんだろうね、月末じゃあね、もう2回やりますね。したらばなんか、はい、英会話らしいあのレッスンをしましょう。ちょっと考えてみます。はい、それでは、あ、そうそう、アップルさん、あの、そうです、ラダーっていうのはあのむしろとか、あれとか、あのちなみにじゃなくて、あ、こっちの方を間違ってましたっていう時に使います。じゃあまた来週ね。来週です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日お会いする人もいるかもしれないですがまたよろしくお願いします。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。切っちゃいます。ありがとうございました。リンゴさんとレフちゃんもありがとうございました。